はい、つみこたろうでございます。えー、今日もですね、つみこたろうビッグバン、もちろんお送りするのは、移動式自由自在、全天候型録画スタジオ、ビッグバン号より皆様にお送りしようと思うんですが、あのね、うん、今日はね、正直言ってね、テンションがあんまり上がっていないんですよ。うん。なぜかって言ったら、あのー、泉ピンコさんのせいなんだ。すべては。 何かって言ったら、その図書館でビデオを借りられるわけ。ねこの街では。で、まあ、ビデオ借りて見たのが、カンフーくんっていう映画なんだね。うん。なんかちっちゃい男の子が出てきて、で、なんていうの、カンフーをやるっていう、そういう映画なの。それがまあ、つまらないので、ね 何かって言ったら、もう最初の5分間ぐらいで、もうダメだとかって思っちゃったの。この映画はって。もう見るのやめようかなとかって思ったんだけども、いいもん、最後まで見ようと思って。で、最後まで見るのに、タバコ休憩をね、4回ぐらい挟んで、やっと見ることができましたっていう、そんな感じの映画なんだよ。あのーねー。で、じゃあ、その、 中国から来た男の子、丸刈りの少林寺の男の子が、なんていうの、最終的には、えっ、ー、と、敵を倒すっていう、そういうやつなんだけども、その過程っていうのが、その少林寺の36号のうちの35号までやっつけて、ほんで最後の一人は、日本に敵がいるから、そっちに行けとか言って、なんか、意味もなく日本に飛ばされるっていう、そういうとこからスタートだ。 で、最終的にはって言ったら、なんていうの、日本の教育を、あのー、黒、黒く染めてやるとかっていう、なんか悪の集団みたいなのがあって、で、それで何、何その、社長っていうのが、実は、そのヒロインである女の子のお父さんであるっていうところが、つながりなの。もう全部言っちゃうぞ、もう、面白くないから。 <laughs> ほんで、それを倒したら、お父さんが改心して、ああ、めでたし、めでたし、みたいな話になるんだけども、その、なんで、学校教育を、もう、ぐじゃぐじゃにして、みんなクルクルパンにしたいっていう、そういう企画なんだって、その、社長が言うには、それも、社長がやってるのが、あの、古畑任三ブローでやってた、あの、今泉くんの、あの、西村正彦さんだったっけあの人がやってるわけよ、今泉くんが。だから、脇はちゃんと固めてんのよ。 ピンコさんでしょ今泉くんでしょほんで、武田真嗣さんも出てた。ナイトヘッドでお,、ま、おなじみだ。<laughs> ナイトヘッド見てた人いるかなこの中で <laughs> 本当に。あと、あのー、桜塚ヤックんってもう亡くなっちゃった人だったけども。うん、その人も出てたりとかだね。するわけよ。だけど、誰が一番ダメかって言ったら、その、泉ピンコさんがいかん。その、仕事受けちゃダメそういう仕事は。 ある程度の格がある人なんだから、そういうなんかあの、見始めて5分間ぐらいでもうダメだ、これやって思うような映画のね、その出演依頼を受けちゃダメです。はい。だって、あのー、多分ね、泉ピン子さんのね、その出演料っていうので、大半の、良さの大半を食っちゃってて、ほんで、セットとかも、すっごいなんかあの、なんていうの 毎度お騒がせしますとか、ああいうぐらいのレベルのセットだったりするわけですよ。時間ですよとか、ああいうぐらいの。で、もう、で、最後なんかあの、ありがとうとかって言いながら、なんていう、そのまた小坊主が少林寺に帰っていくとかっていうストーリーだ。うん。全然面白くない。<laughs> で、気分変えようかなとかって思って、髪の毛切りにさっき言ったんだけども、気分が全然変わんないんでやんの。でーだ。<laughs> まあ最近変わったことって言ったらですね、あの、体重がまた、あのー、徐々にですけども、減りつつあるっていうぐらいでしょうかね。うん。あのー、今やってるのはって言ったら、 えっと、な、糖質制限はい。糖質、ご飯食べませんとかっていうことをやってたりとか、あと油っこいものはちょっと避けましょうとかっていうのをやってて、ほんで油っけと、えっ、ー、と、穀類を避けるっていう、そういうことをやってるわけですよ。うん。で、あの、並行して、さっきちょっと取っちゃったんだけども、こういうお腹に巻くカーツベルトっていうのもやってるんだけども、カーツベルトに関して言うと、あの、巻いてて圧迫感は常々あるんだね。うん。 あるんだけれども、だ、そこだけが局地的にこう痩せるとか、首れが生じるとかっていうことがないです。今のところ。なので、カーツベルトの使い方が間違っているのか、それともカーツベルト自体が、その、バチモンであるのかっていう、そういうところまで話が、行きたいね、私は。寝てる時もつけてればいいのかなとか、寝てる時と、 は基本的に外してますんでほんで起きてる時は基本的につけるっていう風にしてるんでうん、だからだよ <laughs> 全ては泉ピンコさんだ <laughs> まあそんなとこのねあの話に付き合ってくださってありがとうございます皆さん <laughs> あの話を聞いてよかったねとかって思う人多分いないと思うけどもいもしいたら押してくださいほんでダメだなとかって思ったらゴンゴン押してください <laughs> で、え、何言ってるのこの人っていうのは、あの、登録っていうボタンを押すと、あの、バックナンバーがガーッと見やすくなりますんで、見てもらえたらと思います。うん。今日のところはこんなところで、だからすべては泉ピンコさんのせいだったっていうことにしましょう。うん、今日は。<laughs> では次の動画でお会いしましょう。シャバダドビアバ、シャバドビア、ダバダバダーク。本当だよ